おはようございます。本日はフォアスライスの練習方法、これ打ち合いでやっていきます。タッチショットと同様に相手にボレーあたりのところ入っていただいて、で自分の方にワンバウンドで返してもらって、こっちはノーバウンドで返球すると。でだんだんと距離を伸ばしていって、でしっかりと遠くまで強い球を打てるようにしましょうねっていうところですね。ボレーの練習と一緒ですね。あ、今度打ち合いでいこうか。もうそうこっから出すだけですね。出すもうこういう当て方ですよね。こうじゃなくてこういう当て方でこういこうか。でショートラリーの相手まで届かしてあげる。そう、相手がこううまくワンバウンドにしてくれないと成立しない練習っちゃそうなんですけど、で回転かけたい時は先端をね、下の方に入れてあげますね。でこれも同じように手の甲側に曲げたまま回転かけようと思ってこういかないようにですね。そう回転かけるときちょっと下に入れてあげて。あ、そう、俺ノーバンだ。俺ノーバンでいいんだ。そう、相手はねボレーでこう今そうでしっかりノーバンで相手に勢いよく届くようになったらちょっとずつ下がっていきます。相手はそのままボレーで構いませんので。なのでラケットは最後寝ていきますので、こういう立った針ではなくてですね、こう寝ていく。そうで慣れたら最後まで下がってボレーストロークですね。そうしっかり回転かけて。球出しより打ち合いの方がいいっていうのはですね、一応ボレーでまっすぐ飛ぶ感覚があればスライスも打てますので、フォームをしっかり作りたいとかっていう時は球出しとかでもいいんですけど、実際ある程度打てるようになってきたら大事なのはこの球はスライスで打つべきなのかどうかっていうその選択ですね。もうこうやって打つべきなのかこうやって打つべきなのか、打ち合いでいっぱいスライス使ってこれはスライスで打てるぞとこれは打てないぞいうのの選択がもう無意識にでも分かるぐらいまでになってないと、とっさの時にどっちのショットを選んでいいのかっていう正解をね、こう選択できないってことになってきますので、なのでまあ打ち合いでやるのがいいかなと。